んにちは。平成28年4月号の WebTV 阿蘇プラスです。さあ今回の WebTV 阿蘇プラスはいつもの撮影場所を飛び出しまして、こちら一宮町宮地にあります門前町商店街で4月3日に開催されているお座敷商店街にお邪魔しています。ここ門前町商店街にはご覧いただきますと桜が植えられていまして、今日満開を迎えていて、たくさんの観光客の方でにぎわっています。このお座敷商店街はいつもはここは歩行者天国ではないんですけれども、歩行者天国にして、お客様にこういったゆっくりした雰囲気で花見を楽しんでいただこうというイベントなんですね。残念ながら今年はちょっと天気予報が雨だったので、テーブルと椅子が並んでいますが、普段はこんな感じで開かれています。この通りに畳を敷いて、そこでゆっくりこの商店街の美味しいものとかを食べながら花見をしていただくイベントで、リピーターの方も多いということで、毎年たくさんのお客さんが来ていただいています。さあ実は WebTV 阿蘇プラス3月28日で開局10周年を迎えました。今年1年間は開局10周年イヤーということで、こういったようにいろんなイベントにお邪魔したりして、盛りだくさんの、楽しい番組をお届けしていきますので、皆さんぜひ WebTV 阿蘇よろしくお願いいたします。その第1弾がこのお座敷商店街ということで、今日はいろんな方にですね、商店街の皆さんにお話を伺ったりしていきながら、この魅力ある門前町商店街をご紹介していきます。ここ門前町商店街では1年を通して様々な催しが行われています。今日のお座敷商店街ももちろんなんですが、 WebTV 阿蘇で門前町商店街と検索していただくと、ご覧のようにふれあい動物ランドや大ビンゴ大会、また中町ナンバースといった夏祭りの映像などもご覧いただくことができますので、ぜひチェックしてみてください。またですね、ここ門前町商店街にはオンラインショップあそぼに登録されているお店もたくさんあります。これからですね、お店の方たちにもお話をお伺いしながら、この門前町商店街の魅力を探っていきたいと思います。では行ってみましょう。はいはいはい、いただきます。美味しい。ご紹介したい方がいらっしゃいました。実は杉本壮介さんとおっしゃって、この門前町商店街の桜を植えられたきっかけとなった方なんですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。もともとまさかね、桜を植えてね、ここまでね活性化するということは夢にも思わったと。どんな気持ちから植えられたんですか。ここは昔はね、とても栄えた町で、ところが最近になってね、大型船ができてここは空洞化になったと。これでも車が通らん、人が通らん、犬も猫も通らんことが空洞化になった。そこで何かね、何かこれは人が来るようなことはやろうと、というところで一番最初にこう桜がよかろうと、というところで桜を植えて、もう下がずーっと上まで安心さまじぶりだと。何本ぐらいあるんですか。さあ何もなるか、阿蘇神社前振りだって。お座敷商店街はどういったきっかけで何年ぐらい前から始まったんですか。もうやっぱ 4,5 年ぐらいにならないかな。ところが桜を植えたとこがとにかくこういうふうに満開になったのか、それでは若者たちにね、おいこれは桜がな満開じゃきれんかせんかと、言ったらお座敷なお座敷のな桜祭りをやろうと、でそれからが始まりだと。ね、1日だけの春のイベントですけども、昔のそのね寂しい商店街時代を知っている宗介さんからすると、このにぎわいはやっぱ嬉しいですか。ほらもうちょっと今まで予想がつかんね。今全国から来てもね、全国から来てもらうということはありがたい。そしてさっきね、若い世代にっておっしゃってた、ワキャモン会という、はいね、ほら会長の吉永さんがちょっと呼んでもらえますか。おいおい吉永君、
はい、高菜ばくりちゃん今来ていただいたのが、わきゃもん会というこの商店の2代目を中心に設計されている会長のとても頑張りよ、わきゃもん会どういった、まあ、組織なのかちょっと簡単にお、ね、説明を、まあ、もう今本当宗介さんが言ったようにこの商店街の、2代目3代目4代目の集まりで、で、まあ、宗介さんが桜を植えられて、うん、でそしていろんな皆さんがお世話して、うん、でその桜を活用したお座敷商店街は、うん、わきゃもん会を中心に、うん、まあまあそうですね、うん、まあせっかくこれだけ素晴らしい桜があるんで、うん、まあここはやっぱお客さんにゆっくり花見をしてもらいたい、うんうん、やっぱゆっくりしてもらいたいというのが一番ね、畳の上で花見するってなかなかどこでもできんけん、もうリピーターの方とかも多いんでしょ。もう実際今日でも前もって連絡あってからちょっと予約しとっていいっていうところももちろんあるし、うん、それはすごいありがたいですね、うん、でも残念なことじゃね、天気がこういう天気だから、ね、畳が敷かれんからな、これが何さまな、うん、心残りだ、うん、でもあのしっかりと昨年の、ね、様子とか、うん、WebTV 阿蘇で映像いっぱいあるので、うん、それはもうしっかり紹介させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。一番良かった使ってね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい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 。おはようございます。この中町あ門前町商店街は、中町繁栄会という商店街の皆さんの集まりがあるんですが、その会長さんでいらっしゃいます宮本さんです。よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます、はい、宮本さんはこの旧尾形屋の、ね、ご主人ということで普段あのコーヒーを入れたりされてるんですが、はい、今日雨もってよかったですね、まあ、だけどまあなんとかね、うん、まあ2時ぐらいまででもね、うん、これで持ってくれればねいいと思います。商店街作りこういうふうに、計画したのもね、やはりもう落ちるしこうこの通りも落ちて。そうなんですか。うん、熊日の新聞でもね、昔消えゆく灯火なんて言って、消えゆく灯火ということで、ああこれほんなこと消してしまえせんどかというような危機感に火がついた。2代目の皆さんを中心にしたわきゃもん会というのは、まあ、繁栄会の会長としてはどのようにご覧になってますか。やはりね、まあ、僕らはこうして喋ることもだけど、やはりこう考えて行動に移すのはだん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 スピードが鈍ってくるんですよ。あの若い者たちのはやっぱり体が動くね、そして考えたことをさっとやるね。でやはりいいアイデアも若い頭の中でボン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 やっぱりひらめくし、外に行けばいろんなものを見たものが参考になればどんどんこう取り入れてくるしね、やはりやっぱ若いもんですよそこは。今日は商店街のいいお話をいろいろありがとうございました。いえいえ、よろしくお願いします。お世話になります。通りはですね、このように、テーブルや椅子が並べられて、なんと予約もね、さっきできるお話がありましたが、あ早速ここは予約、富澤さんってね、ありますけど、富澤さんですか。見られた、富澤ですどうもおはようございます。おはようございます、はい、もうちょっとあの地元の方なので、あの、はい、私もよく知っている方なんですが、はい、どうも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 。今日ねちょっと残念ながら畳は引けなかったんですけど。そうなんですよね。いやでも本当満開で最高の気分です。はい、昼間から飲むビールはあもう最高です。皆さんすいませんどうですか桜。桜綺麗ですね、うん、でもまあちょっと降る前に来れてよかったです。ちょっとお昼から来れそうなんで、なんとか持ち着いて、はい、あのこのお座敷商店街のことはもうずっと前から、はい、存じておりました。はい、してます、はい、毎年恒例なんですね、よくやってますから。あの門前町商店街ね、こういう風ににぎわってますけども、はい、地元の方にとってはこの門前町商店街ってどんな場所でしょうか。やっぱ一つのランドマークにはなってると思うんですよね。例えば県外から友人とか来た時はやはり案内しますし、阿蘇神社さんと一緒にねこうコラボしてやっぱいい感じの街並み作ってらっしゃるんで、非常にいい場所だなと思いますね。ありがとうございますありがとうございます。じゃあ、 あの続けてください。もうお邪魔しました、はい、ありがとうございます。
実は、先月3月28日 WebTV 阿蘇は開局10周年を迎えました。そのことをここお座敷商店街で PR しようと、今日は赤牛くんもお手伝いに来てくれたんです。赤牛くん、こんにちは。WebTV 阿蘇10周年おめでとうございます。はい。で、赤牛くんが今 PR しているのがですね、こういった、チラシを配り、そしてなんと赤牛くんの飴もですね、今日は大盤振る舞いで歩行者の皆様に振る舞いながら WebTV 阿蘇開局10周年の PR をしているところです。WebTV 阿蘇っていう、あの阿蘇市のインターネット放送局の人間なんですが、うん、はい、その WebTV 阿蘇ってご存知だったですか？いや、知らなかったです。すいません。なんと開局10周年なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。知らなかった、すいません。いえいえいえ。で、今日はあの、はい、PR も兼ねてしてるんですけど、はい、あのいろんなですね、イベント情報とか、はい、あの市長のインタビューとかもあるんですよ。あ、そうなんですね。市長のインタビューもあってる。あれ、成人式のパフォーマンスが有名な。あとあの地産地消クッキングとかいろんなお料理番組とかもあったりするので、あのお知らせ端末ご自宅にありますか？あのテレビ電話。あ、あります、あります。あれで見ることもできるんですよ。そうなんで、じゃあちょっとこれからチェックしていきたいと思いますので、はい、ぜひご覧ください。ありがとうございます。さあ、ひときわにぎわっているこちらのテーブルにね、あの赤牛くんとお邪魔してますが、こんにちは。こんにちは。今日はどちらから？鹿児島からです。鹿児島ですか。お座敷商店街いかがですか？楽しいですね。はい。あの実は私たち WebTV 阿蘇というインターネット放送局から今日来たんですが、番組、あのそのインターネット放送局ご覧になったことはないですね。あ、そうですね。いやいや、もう鹿児島に広めておいてください。はい、わかりました。あの実は私たち開局10周年を、おめでとうございます。ちょっとね、無理やり拍手をいただいた感じがありますけども、あの阿蘇市内の方たちには各家庭にあるお知らせ端末っていうものでテレビ電話でご覧いただくことできるんですが、まあ、県外の方、市外の方はあのこういった、携帯端末、あの YouTube でも検索できるようになりまして。あ、そうなんですね。はい、あのいろんな番組を毎月出していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ぜひ。じゃあ鹿児島、WebTV 阿蘇親善大使に、はい、よろしくお願いします ね。はい、頑張ります。じゃあ鹿児島にも広めていただくということなので、皆さん拍手ありがとうございます。WebTV 阿蘇。門前町のお座敷商店街からお届けしました今月号の WebTV 阿蘇プラス、いかがだったでしょうか。開局10周年を迎えた WebTV 阿蘇では、現在波野の、神楽企画、こちらを3部作にして、順次配信をしていますので、皆さんぜひこちらもご覧いただきたいと思います。ではまた、次回お会いしましょう。じゃあ赤牛くんも一緒に、せーの、さよなら。